はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回は舞い上がれの第109話について話していきたいと思います。はい、109話は、台風が東大阪にやってきたという回ですかね。台風が来て、ランプをね、ランプを使う機会があり、そのランプを見てくるみちゃんがね、素敵やなみたいな感じで、それを見て横山優さんがね、ハルト君が、この子いい子やなみたいな顔でね、恋が進んでいるようなね、感じのシーンがありまして、良いですね。ただ、これが、お互いそんなにまだね、それに気づいてないような感じも、ね、ありますから、最終回までに、この恋愛が、うまくいくのか、ちょっとわかりませんけどね。まあ、私はそこが一番、気になってますけどね。くるみちゃんはなんかこのお父さんが心配みたいな。で、私は長崎行くけど、お父さん心配だからね、ノーサイドの津田さんにお願いしたいみたいな感じに見えちゃいましたね。ね、ちょっとでも気持ち悪いですよね。あんまり娘がお父さんの子恋愛の方に話が行くっていうのは、私はちょっと気持ち悪いかなと思いますが、皆さんどうでしょうかね。親がこの恋愛に言うのも気持ち悪いと思うし、子供が親の恋愛について何か言うっていうのもね、私はちょっと気持ち悪いなと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。そういうのが流行ってんですか。私はちょっと、なんか気持ち悪いなって思ってしまうし、そこがいいんじゃないのっていう感じがしてしまいますが、どうでしょうかね。どうなんでしょう。そして、コンネクトね、なんと大手のバイヤーがね、自分らも営業せずに現れるという、なんとも運がいいというか、そこがね、結構見たかったところなのに、そこがすんなり来てしまう。しかも、あの工場の人が連れてきちゃうっていう、ね、コンネクトの意味があんまりなくなってしまうんじゃなかろうかと思いましたけどね。でもなんかあのランプは、本当に工場の人たちが何社か集まって作ったみたいですね。すごいね。まあでもあれ欲しいって人いるんですか。昨日も私言いましたが、私はいらないですけど、1000円でも買わないなと思うんですが、どうでしょう皆さん。いるかな。全くいらないな。まあ何人かいるっていうのは分かりますけど、でも相当広い家とかね、何にもない家とかじゃないと、あれがまともに映るっていうのもね、ちょっとね。あと、まあ天井とか、ちょっと気持ち悪いなって私は思いますけどね。どうでしょうか。あとはあのいつもの公園でね、子供たちはラグビーやってましたね。一瞬ね、一瞬ラグビーやってましたね。ラグビーってね、本当に、いや、めちゃくちゃ男らしいスポーツだと思うけど、やったことある人少ないんじゃないかな。俺はあの、高校の授業でありましたけどね。いや、ほとんどの人やったこともないんじゃないのかな。どうなんだろう。まあ、そんなことを
感じながら、うん、見ましたけどね、うん、はい。そしてそうだ、なんか私たちの子供ができたらねみたいな話もね急に出てきたんで、これは最終回までにきっと子供いるんでしょうね、きっとね、うん、まあどっちでもいいんですけど、うん、はい、そんな感じで明日も楽しみにしたいと思います。はい、私 D の日ザワイズは、和菓子がね好きなんですけど、うん、でもね甘いもんはあんまりね体に良くないっていう感じですからね、うん、そんなに摂取してはいけないと思うわけですが、うん、あのなんだっけ、あのいちごの大福みたいな、うん、いちごつるやさんっていうところのいただいたんですけど、それが甘すぎず、うん、そのあんこのね、うん、甘さがちょうどいいというね素晴らしいものをいただいて大満足であります。うん、いやちょっとね甘すぎんじゃないのとかそういう感じであんまり食べてこなかったんですけども、うん、いいね、甘すぎないとやっぱいいですね。うん、そんな感じでとても美味しゅうございましたっていうのはね、うん、あのそういう感想を持ちましたね。うん、あと最近ではあのあれですよ、もうなんていうの、家の前にあの車が止まってて、それはまあなんか作業車みたいのが止まってたんですけどもね、今のご時世危ないじゃないですか、そんな誰かわかんないやつがそんなとこにいたらと思ってね、聞いてるのそのなんていうんですか、ガードマンみたいな、ガードマンなんてないの、まあ ガードマンでいいの、あのなんていうんだ、ああいう道こっちですよみたいなやる人いるじゃないですか、うん、ああいう人たちがさ、あのちゃんと受け答えができない、うん、なんどこの会社なのって言ってもちょっと会社の電話番号教えてとか言っても分かりませんみたいなね、そんなことを言うもんだから私はすぐ11何番かをこうですあのねこう読んで、うん、来てもらって、うん、だけど来てもらってもそのなんていうのちゃんと調べないね、うん、ちゃんと調べないのみたいな話になって、うん、その27歳ぐらいのね若いおまわりさん、うん、ね、うん、でもその人はすごいちゃんと話せる人でしたけどね、だけど結構ちゃんと調べずにはいどかしてくださいみたいなので調べずにただどかしたら OK みたいな感じにしてたんで、なんかよくないよね、なんていうの、調べないんだよちゃんと、危ないなっていう、そんなんだからいろいろ事件起きるんだよと思って、全然ちゃんと調べない、むしろ俺の方がねこんなルックスだから怪しいと思うのはわかるんだけど、でも俺が呼んでんだよみたいな、うん、まあでも話せる人だったからよかった、でもそれでもちゃんと調べないで、で調べなくていいのみたいな、でももう行ったからいいでしょみたいな感じで言われて、あまあ、まあそうだけどもみたいな、うん、だって作業終わって何分もここにいたらおかしいんじゃないのみたいな話もしたんですけど、でももう行ったからいいでしょみたいな、うん、この国はこれからどんどんね、うん、こんな貧富の差が、貧富の差じゃない、うん、なんだその格差社会訪れ、稼げない人は稼げなくてね、どんどん治安は悪くなっていってるはずですから、それなのにっていう感じでしたよ、うん、怖い、自分の身はね自分で守らなくちゃいけないわけですが、なかなかね大変な世の中だなと
思いました。もちろんね、大変な仕事なのは分かりますけども、でもな、まあでも人によるからね、うん、はい、そんなことを思った日でした、昨日は、うん、はい、そんな感じで、はい、皆さんも、まあね、なるべくうまく安全に生きてください。それではまた、バイ。